こんにちは、ハワイトーコナです。今日はですね、こちらケアオホーに来てございます。今日はね、こちらケアオホー赤日でございます。バケーションでご滞在になった方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。こちらのワンベッドユニットのご紹介です。こちらユニット入ってきて、網戸ドアになってます。このような感じでね、ダイニングエリアがあって、あの先リビングが広がってございます。現在もね、このユニットは短期バケレンで稼働中のようです。オープンハウスやるときは電気つけようよっていう感じなんですけれどもね、まあ人のことはとやかく言いません。はい、このような感じですね。ワンベッドなんですが、2バスあるんです。ちょっと一つずつ見ていきましょうか。こちらがまずキッチンですね。このような感じです。建物は少々お待ちくださいね、74年築でございます。床はこのようにタイル張り。74年築には見えないですが、でもちょっとレトロな感じですかね。こちらが流し、オーブンですとか、あのリノベしていったらもっと素敵になるといった感じでしょうか。そうですよね、ちょっとやってみますね。違うと思います。あら、ちょっと待って。はい、失礼しました。まあ、全体でね、およそ83平米ございます。かなりゆったりしていて、ここにね、このようにカウンターがあって、カウンター越しにリビングを望む形、オーシャンビューです。74年築なのでね、ちょっとこの壁の感じが分かりますかね。あの、なんていうか、こうブロックでできましたみたいな。ちょっとこれはこれででもいい味出してるかなという感じがしますが、ここの部分がね、かなり広いんで、前別のユニットなんですけれど、あそこにね、収納ベッド、あの部分に置いてるものもあったんですよ。なのでね、ここにあれ、多分ソファーベッドかな、違うかな、まあかなりこのリビング広いので、あのこちらにね、もう一組寝ることがもう十分にできます。あそこに収納もついています。ワンベッドですが、2バス、フルバスついてございます。現在も短期バケレンで稼働中、現在の予約が次のオーナー様にもそのまま引き継がれる形でございます。かなり広いです。ここ、このオープンな感じいいですよね。ちょっとラナイは後で最後に行ってみますね。はい、こちらがリビングで、いいですね、このウェルカムトゥーパラダイス。こちらがベッドルームエリアなんですが、結構奇抜なカーテン、めくってみます。なんだろう、はい、収納になってますね。あ、向こう側はあのドアがついてたやつです。で、この奇抜なカーテンは何でしょう。ランドリーじゃないかな。はい、ビンゴです。ランドリーと横収納ですね。ちょっと今回のスマホを最近ね、壊れて新しくしたんですが、ちょっと待ってください、電気つけよう。ここほらね、オープンハウス電気つけましょうですよね。今ね、エージェントさんとちょっとおしゃべりしてたら、なんか先週ライセンスを取ったんだとかって言ってました。かわいい。こんな感じですね。微妙ですね、オリジナルというか、レトロキュートというか、まあ、ピカピカなモダンな感じではないんですが、ですが、あの現在もね、稼働している、短期バケレンだけあって、とても綺麗です。あ、引くのかと思ったらこんなですね。はい、こちらウォークインシャワーになってございます。一つ目のバスルームです。今の、バスルームとランドリーエリアを進んでいくと、こちらに、もう一つベッドルーム、もう一つじゃないですね、ベッドルームがございます。
ちょっとね、いろんなところが作りがレトロな感じですが、レトロキュートという感じですね。これでもというとね、非常に語弊がありますが、非常にやはり人気のバケレンだそうです。バケレン稼働中のユニットをご購入の場合は、もちろんその財務諸表ですとか、収益表ですね、可能な限りのデータをこちらで取り寄せて、お客様にご提供して、いきますので、ぜひご相談ください。こちらがベッドルームでございます。床は一面同じようにタイル張りですね。このブロックみたいな感じが、なんともいい味出してます。あちらがバスルームかな、電気つけようよね。今のね、手前のところに、収納がついてたんですが、ちょっとね、立て付けが微妙な感じですね。ちょっとこんな感じで溝ができちゃってます。こちらが、バスルームですね。2つ目のバスルーム、オリジナルという感じでしょうかね。レトロキュートでございます。 Life is the beach というのが非常に素敵です。こちらもウォークインシャワーですね。こちらはリノベされているようです。このようにウォークインシャワーになってございます。こちらが2つ目のバスルーム。ワンベッドルームなんですが、リビングのところをちょっと改造してね、ゲストベッドルームという形にすれば十分に2組の、大人が寝れる形だと思います。こちらはですね、ケアオボアカヒコナカントリークラブに隣接してございます。ちょっと最後にね、ラナイの方に出てみましょうか。この部屋二面採光でとっても明るいですね。ちょっとラナイの方に行ってみます。はい、今ラナイに出てまいりました。このような感じでラナイも同じタイル張りですね。1階の今回物件でございます。段差が全くないので住みやすいですね。このようにラナイ家具もございます。あの奥にはバーベキューグリルと、あと収納もございます。目の前はコナカントリークラブと、あのケアオホーベイです。こちらはですね、ケアオホーアカヒ、ワンベッドなんですが2バス、1974年築で、全体でおよそ83平米でございます。ペットも可でございます。月額の管理費は、およそ697ドルです。電気代は含まれません。あの先プールなんですよね。あとでちょっとプールの方もちらっと、取りに行こうと思います。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。あ、お値段ですね、失礼しました。61万と5888ドル、日本円でおよそ8500万円での販売でございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ではではまた。お疲れ様です。毎度おなじみのおまけでございます。今回の物件はね、こちらだったんですよ。ビルディング1、プールのそばにあるところなんですよね。あの後ろを走ってるのがハイウェイなんですけど、ハイウェイから離れた建物なので静かですね。こちらはケアオア赤日でございます。そしてこれが私の茅ヶ崎号でございます。聞いてないですね。こちらがね、今回ご紹介した物件のビルディング1。あー、いい天気になってきた。そしてね、こちらプールの横にあるんですよね。お、ラッキー、誰もいない。お客様がね、居住者様がいると撮影はご遠慮させていただくんですが、ご遠慮じゃないですね、遠慮させていただく。最近日本語が乱れてます。はい、こちらがプールでございます。
皆様最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた、今日はケアオホーのケアオホー赤日からお届けいたしました。ではではまた、良い一日を。